皆さん、こんにちは。ナチブ TV のナッチです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。今回紹介するのはこちら、カイボオーディオの骨伝導ワイヤレスイヤホン、カイボフレックス。これね、骨伝導タイプのワイヤレスイヤホンなので、装着した時に耳を塞がずに音楽が聴ける、そして周りの音もね、ちゃんと聞こえるっていうね、面白いワイヤレスイヤホンです。で、実はこれ幕開けで先行販売中のやつを商品提供いただいて、一足先に使わせてもらったんですけど、装着してても全然違和感がないし、何より5分の充電で1時間も使える急速充電がね、非常に便利だと思いました。この後スペックの紹介や実際に使ってみて気づいたいい点、不満な点含めて紹介していこうと思うので、気になる人はぜひ最後まで見ていってください。それでは行ってみましょう。はい、ということでまずはスペックから見ていきましょう。 Bluetooth は 5.2、 コーデックは説明書に記載がないんですけど、 aptX Adaptive に対応した Xiaomi Mi 11 Lite に接続すると AAC で接続されるので SBC と AAC に対応してます。連続再生時間はイヤホン単体で8時間、充電ドック併用で28時間使えて、約2時間で満充電できます。そして5分の充電で1時間使える急速充電に対応しているので、これが非常に便利です。防水規格は IP55 の防滴レベルなので、水洗いとかはできません。ノイキャンは音声通話の声がクリアに届く ENC のみに対応していて、2台のマルチポイント接続に対応しているので、 iPhone と MacBook に接続して切り替えて使うことができます。イヤホン、充電ドックともに軽いので、つけていてもそんなに負担にならないし、持ち運びにも便利です。はい、続いて同梱物見ていきましょう。まずはカイボフレックス本体、そしてそれを充電するための充電トック。充電ケーブルは USB-C to USB-A です。専用ポーチは外側がビニールっぽい素材で、内側がメッシュになっていて、ある程度水を弾くので、雨の日とかに持ち運ぶときに便利です。で、耳栓もついているので、周りの雑音が気になって集中できないときとかに使えます。あとは購入の感謝を表すサンキューカードと、多言語に対応した取扱説明書が入っています。はい、続いて実機確認していきましょう。まずカイボフレックスのいいところは充電ドックがついていること。これと併用することで最大28時間再生できるので、バッテリーの持ちは心配する必要がありません。正面にはカイボオーディオのロゴとブランド名があって、その上に電池残量を確認する LED インジケーターがあります。そして左右に充電用の端子があって、上面にドックを充電する用の USB-C ポートがある、シンプルなデザインです。磁石が内蔵されているので、イヤホンを近づけるとこんな感じでピタッとくっついて充電が開始されます。磁力もしっかりしているので、極端に強く振らない限りずれて充電ができないっていう心配はありません。で、左右のイヤホンそれぞれに LED インジケーターがついていて、ペアリングの状況とバッテリー残量が確認できます。で、中央のくぼんでる部分がタッチエリアになっていて、長押しやタップの回数で必要最低限の操作が可能です。で、左右についているこの丸い形状の部分なんですけど、正直ね、何に使うかわからないんですけど、おそらく耳にフィットしやすいようにこういうデザインなんだと思います。で、内側には充電用の接続端子と、その下に光学センサーがあって、これで、ね、脱着を判断して再生一時停止が自動的に行われます。で、イヤホン自体がすごく柔らかいので、こんな感じでひねったり広げたりしても元の形に簡単に戻ります。なので、人それぞれ頭の形は違うと思うんですけど、いろんな人にね、フィットしやすいと思います。はい、ということでね、実際に装着しているところを見せたいんですけど、こんな感じでね、首にかけられるのがまずいいなって思いました。っていうのも、完全ワイヤレスイヤホンだと使ってない時ね、ケースに入れてポケットとかに入れないと持ち運びできないんですけど、これをね、首にかけるだけなので、すごくね、持ち運びしやすいです。で、使う時はこのままこうやって耳にかける感じですね。これでペアリングが終わってたら自動的にもう再生が開始されます。っていうのも、途中で紹介したように、ここにね、センサーがあって、このセンサーが脱着をちゃんと認識してくれて再生されます。で、このセンサー非常に便利なんですけど、問題点があって、こんな感じで、ね、ちょっとずれちゃうと、外したことだと勘違いしちゃって再生がね、止まってしまいます。なので、装着の位置とかをちゃんと調整してあげる必要があります。これがね、慣れるまでちょっと不便です。
で、あと骨伝導イヤホン使ったことない人ってどこにねつけたらいいか多分わからないと思うんですよ。僕もこのカイボフレックスが初めての骨伝導ワイヤレスイヤホンなので、どこがね一番適している位置なのか迷いました。ということで付属の耳栓を使ってベストな位置を探していきます。これねすごい柔らかい素材なので、潰してあげて、見えるかな、潰してあげて耳に突っ込むだけで、耳栓で耳塞いだ状態だとちょっとねこもった感じに聞こえてくるんですけど、この状態で上からイヤホンつけてあげます。そうすると再生一時停止始まるので、ちょっとずつねずらしていきます。だいたい音量を半分ぐらいに上げておくのがベストですね。半分ぐらいの状態で音がねより響く位置を探し上げるんですよ。ここかな。これねちょっとでもずれると音の響き方が全然違います。これぐらいずれただけでも全然響き方が違って、これをね下げてくると全体的に響いてます。この耳栓をしているので若干こもった感じにはなるんですけど、頭の中にそのまま音が聞こえてくるような不思議な感覚になります。この状態で耳栓取ってあげると、これがねおそらく一番ベストな位置です。でこの状態だとイヤホンから流れている音楽も綺麗に聞こえるし、周りの音もちゃんと聞こえます。でここにね LED ライトを焚いてるんですけど、これのファンの音も今僕聞こえてます。でも音漏れどんな感じかな、後でね検証した結果パッと見せますけど、今ここで僕音声流してます。この音がねこのカメラのマイクにどれぐらい入ってるかっていうのは気になるんですけど、どんな感じで聞こえてますか。今音量半分なのでどんどん上げていきます。マックス、もうねマックスだと耳が痛いんですよ。でベース音聞いてるとブル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 しちゃうので、正直ねマックスにすることはないです。半分ぐらいで僕は十分、半分ぐらいの状態で聞いた時に音がねどれぐらいこのカメラのマイクに入ってるかによって音漏れ大体検証できると思います。どんな感じで聞こえてますか。で耳栓を使ってベースポジ探すことにもう一個いい点があって、ちゃんとしたね位置に装着していると圧迫感あまりないし、耳に当たって痛くなることがないので長時間使っても疲れないです。なので使い慣れるまでどこに装着したらいいのかなってね違和感最初あるんですけど、使い慣れると非常に便利なイヤホンだと僕は思いました。で音質気になると思うんですけど、比較対象になる骨伝導ワイヤレスイヤホン持ってないので率直なね感想だけを言うと、思った以上にいい。特に耳を塞いでいるのに音が聞こえてくる不思議な感覚がね面白いなと思いました。ただ耳に直接入れるワイヤレスイヤホンの方が音がね直接伝わってくるので、より高音質を求めるのであれば完全ワイヤレスイヤホンの方が僕はいいんじゃないかなって思います。ただ音質が悪すぎて聞くに足りないってことは全然なくて、極端に音質にこだわりがある人じゃない限り気にならないと思います。はい、ということで音漏れをもうちょっと検証していきましょう。ベンズサウンドっていうロイヤリティフリーミュージックが使えるサイトがあって、僕このエナジーっていうのをよくこの YouTube でもよく使ってるんですけど、これで検証していこうと思います。気になる人は概要欄にリンク貼っとくのでチェックしてみてください。何も再生してない状態で部屋の環境音が 35dB ぐらいです。でこの状態で音楽再生してあげて音量 40% ぐらいで再生するとアプリにほとんど変化が見られません。まあ、マイクから離れているので近づけるとだいたいね 55dB ぐらいまで上がります。ただイヤホンを使っていて他人とこんなに至近距離に接することがないと思うので、音量 40% ぐらいだとそんなにね元漏れ気になりません。では音量をマックスまで上げてみましょう。さすがにね音量上げると結構音漏れします。アプリの数値がねだいたい60から65デシベルぐらいになるので結構うるさいんですけど、途中で話したように耳が痛くなるので音量マックスで使うことはほぼありません。だいたい音量 50% ぐらいで十分なので、その状態で使うのであれば図書館のようにかなり静寂な環境じゃなければ音漏れそんなに気にしなくていいと思います。はい、ということで今回はカイボオーディオの骨伝導ワイヤレスイヤホンカイボフレックスを紹介しました。充電器との併用で最大28時間使えて、
5分の充電で1時間も使える急速充電機能が魅力のワイヤレスイヤホンです。あとは軽くて耳を塞がないので長時間使っても疲れづらく、周りの音を取り込めるのでジョギングとかテレワークにもね非常に適したワイヤレスイヤホンだと思います。購入先のリンクを概要欄に貼っておくので気になる人はチェックしてみてください。また何か質問があれば合わせてコメント欄の方にコメントいただけると幸いです。はい、ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったと思う人は評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。あと僕 Twitter、Instagram、ブログもやっているのでフォローしていただいて気軽に絡んでいただけると幸いです。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。